今日は晴天に恵まれました。神宮球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のスワローズどのあたりに注目されてますか？もちろん先発投手ですよね。はい、失投が少ないタイプですから、今日も持ち味を生かしていい投球をしてほしいですね。そのあたりも注目ですね。まずはスワローズの先発、神宮球場のマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。ファーストベースメン、ナンバー13、キャッチャー。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。初球ボール、入れてきました。変化球外れました。インコース、空振り。ツーボールツーストライクです。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいです。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている吉川。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。ファウルになります。引っ張った、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番長野。ツーアウトランナーありません。マウンド上、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。初球は何で来るか。打った、大きな打球になった。レフトバックする、バックする。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番、ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。インサイド打ち上げました。センターに上がった。この打球はフライになっています。塩見抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。西さん、やはり強いチームというのはバッティングピッチング以外にも守備もいいというふうに思うんですが、いかがですか？まあ、当然ですよね。とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発のグリフィン。これから注目の立ち上がり。西川が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。初球ボール、次が2球目、中への変化球外れました。ボール先行です。高め空振り、これは決まった。ツーボールツーストライクです。大きく外しています。スリーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている長岡。グリフィン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。低め、これは決まった。ファウルになります。インサイド落ちました。これはどうか。吉川アウト、ツーアウト。クリーンナップが登場します。バッター塩見、ツーアウトランナーありません。初球ボール、
高め、際どいコース決まっています。インコース、これは外れます。4球目は何で来るか。内へのボール球、空振りです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。変化球、空振り、3アウト、チェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。2回の表、ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには指名打者の大城。スワローズ得点に動きはありません。0対0です。さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。まず先頭バッターはしっかり抑えたいところですね。そうですよね。いいところへ決まります。150キロ。いや、素晴らしい球ですよね。はい、2ストライク2ボールと追い込んでいます。この球は外れています。3ボール2ストライクです。これはバットです。三振です。ワンアウトです。バッターボックス、浅野。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。浅野、背番号51。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。インコース決めてきた。インサイド落ちました。これはどうだ、破りました、センター前。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは7番に入っている水口。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、3アウト、チェンジ。この回ジャイアンツ結局3人で攻撃を終えています。0対0、同点です。2回の裏になります。さあスワローズ、この回は4番から始まります。バッターは村上。スワローズ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。そんなバッティングができるんでしょうか。打席には5番バッター。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあまず1球目、まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打った、ワンバウンドヒットになりました。スワローズチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは6番青木。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあスワローズ一打先制のチャンスです。まあ向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。次は臭いところも打っていかなければいけませんね。そこに逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。さあ7球目は何か。外れてフォアボール。さあワンアウト満塁、先制、そして大量点に結びつけることができるか。貴重な、これが
球目、初球ボール、これは手が出ないか、ストライクを取ります。アウトコース決まった、ワンボールツーストライクです。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。最後も遅い球にタイミングが合いませんでした。さあ、そして打席には中村が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおも満塁の場面、まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドレッツ両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。空振り三振、前にボールを飛ばせません。このチャンス、しかし近地になると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか、低め絶妙のコースに決めてきます。ワンボールツーストライクです。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終了0-0、同点です。3回に入ります。ジャイアンツの攻撃、8番バッターはキャッチャー小林。スワローズ得点に動きはありません。0-0で最終回を迎えています。小宮山さん、ここはしっかり抑えていきたいですよね。最後まで目を離せないですよね。そうですよね、確かにそんな雰囲気が漂っています。ボールになります。ダムと決まってストライク、ワンボールツーストライク、打ちました。これはどうか、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは9番に入っている佐々木。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、空振りになります。148キロ、インコースを厳しく攻めます。まあ、次は迷ったらアウトローのストレートですね。なるほど、そうですか。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター門脇。ツーアウトランナーありません。アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。0-0、同点です。3回の裏、ヤクルトスワローズ打順よく1番から始まります。西川がバッターボックスに入ります。スワローズ得点に動きはありません。0-0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。アウトコースに送っています。いい球ですね。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。これが4球目、しっかり捉えた、ライト前へ抜けていく、ライト前ヒット、ワンアウトからサヨナラ。さあ、ここでスワローズ代走を送ります。さあ、一塁にサヨナラのランナーを置いています。バッターボックスには塩見、そして一塁ランナーは俊足の山田。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、ボールに成功。いや、早いですね。インコース、これが3球目、外、惜しくも外、ボールになります。スリーボールになりました。2アウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバ
村上入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ決めればさよならですからね、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ファウルボールです。いい当たりだ、抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが、ホームに送球する。センター前ヒット、これでマルチヒット。さあここでスワローズ代走を送ります。ダミッキーファーストランナーに。さあそして打席には入っています。まあしっかりいいところで回しましたね。さあチャンスが続きます。まあ決めればさよならですからね、この流れで決めてほしいですね。なるほど、そうですよね。インコース際どい。さてこのどういうバッ走ってきた、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この球は外れました。フルカウントになります。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。試合終了。勝敗つかず、このゲーム引き分けとなってしまいました。本日の試合は引き分けでございます。日産両チーム全く譲りませんでした。いや本当ですね、まあ、野手も投手もよく踏ん張ったんですけどもね、まあ、ゲームとして非常にいいゲームでしたね。はい、引き締まったゲームになりましたね。結局今日のゲームは両者譲らず引き分けです。